東辺名崎灯台の真下にやってまいりました。ものすごく景色が綺麗なんでちょっと登ってみましょう。何してるんですか佐々木さん。バレました。バレましたで何を思ってバレましたんですか。今こっそりいたのに。いやこっそりいたのじゃないですか。何してたかっていうことでしょ。はいそうですそうです。今空振りしてたんですよ。出た。さすが絶好調です今日も佐々木さん。東辺名崎の名物男人力マンこと佐々木さんです。こんにちは、人力マン、マイケル、あマイケルじゃないな佐々木でございます、絶好調です佐々木さん今日もよろしくお願いします、今ねちょっと三振の演奏をしてたんですけど。はいはい。何しに来たんですか。いやちょっとね灯台登ろうかなと思って久しぶりに。いいですよ灯台。いいですか。もうね最高。この上から見るとね、はいはいはい、もうね大学もすぐに灯台へ入れるそうですよ灯台だけに。灯台だけ。さすがクオリティ高いな佐々木さん。なんとね、はいはい、うちの女房、うちのお嫁さんが、はい、奥さんがね灯台卒業してないけども灯台の職員なんです。あと今後のね、そうだからそれ、ね、似たようなボケはさっき聞いた。あれそれカットどうですか佐々木さんの頭の中でもカット候補やから次のやつを言ったのかかぶせたのかがもうようわからないんですけど。うちの女房行きましょうか。じゃあ、じゃあちょっと弾きながら行きましょう。はい、はい、じゃあ、はい、行きましょう、じゃあ僕のテーマソングを鳴らしながら行けばうちのがわかるんで。はい、うちのうちの女房。お久しぶりです。お久しぶりです。お帰りなさい。いやいや相変わらず綺麗ですね。上手ですねやっぱり。いや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 綺麗やないですか。なんか噂ですよこの佐々木さんがね、はい、奥さんをこの灯台に閉じ込めて、はい、で逃げように人力車で守ってるみたいな。じゃあちょっと早速、ね、上の景色は最高なんでね。今日は美しい、はい、よろしいですか。海が見えるんで。はい。ぜひちょっと行ってまいります。久しぶりやな。人魚に会えるかもしれません。あ。ちょっと、行くとこやったんで、すみません。はい、ゆっくり。行ってらっしゃい。これがね。そう、これよかったら、灯台で美しい景色見れますんで、行きましょう。綺麗。わあ綺麗。わあ。いやー、ほんと綺麗だったから満足です。こう東辺名崎行けたらぜひこの灯台登ってね、この佐々木さん夫妻触れ合ってみてください。以上東辺名崎から